演武開演。どうも、本日はこちら平鯛名付け渦味噌を食べたいと思います。先日のお味噌に柚子が入ってパワーアップしたのかな。どうなんだろう。柚子味噌もなんか食べた記憶はあるんだけど思い出せないな。さっぱりいただけるのかな。なんとなく冷ややっこにポン酢みたいな柑橘の豆腐と柑橘のイメージはあるんですが、これはどうなんだろう。見た目は先日の味噌よりちょっと薄めですね。味噌の種類も違うのかな。はい、では切ってみましょう。断面は普通に白ですね。まあ当然か。では食べてみます。いただきます。冷ややっことは全然違いますね。柚子の酸味が口の中にじわーっと広がって、淡白なお豆腐の歯ごたえとともにそれを噛みしめることができて美味しかったです。ただ普通の味噌柚子漬けよりも味噌が薄めなので、ちょっと味噌の濃さで好みが分かれそうな気がしますね。濃い味噌で柚子の酸味もあったら最高だったかもしれないんです。ちょっと残念ですね。というわけでこちらの点数とさせていただきました。もちろん柚子が苦手な方はこちらの方がいいかもしれません。夏の日の約束果たすや好みほど、好みで約束を果たしてみせます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。